北高パドゥシャは日本の競争馬。馬名は冠名。北高にバレー用語で猫の足のような動きを意味するパドゥシャを組み合わせたもの。2歳児の2004年10月にデビューするもなかなか勝ち上がれずに翌2005年7月に初勝利。以降は地道に条件戦で抗争を続け、もうすぐ7歳になろうかという2008年12月に準オープンを勝って、 ようやくオープン入りを果たす。翌2009年3月、浜田調教師の定年、旧社会山により、村山旧社に移籍。同年4月の福島民放杯にレコード勝ちすると、この年のサマー2000シリーズでは、七夕賞で3着、小倉記念で2着と、構想し、同シリーズ最終戦の新潟記念で重賞発、勝利し、同時にシリーズチャンピオンとなった。 なおに潟記念では当初起乗予定だった、石橋治が直前に落馬負傷したため、村山町教師の競馬学校騎士課程での同期になる、枝田照オに乗り換わっての勝利だった。11月の天皇賞では、後一一層も失速し16着と大敗した。2010年の初戦は、中山金杯から指導、後位でレースを進めたが、3コーナー過ぎから後退してしまい12着と、 惨敗した。続く、小倉大賞天でも9着に敗れた。続く、中京記念では15番人気という低評価だったが、中段から追い上げて3着と、構想、波乱を演出した。続く大阪杯では、テームアンコールの6着に終わった。3ヶ月間隔を挟んで7月の七夕章では、中段追走も、直線で伸びきれず9着に敗れた。 2011年5月21日付で競争馬登録を抹消され、滋賀県東大見市のアカデミー牧場で乗馬となる。2012年10月現在、広島県三原市山和町にある刈谷乗馬クラブに乗馬として在籍中。ありがとうございます。